中では最大の図書館である。17世紀以降、デンマーク国内で印刷された出版物をすべて収めているが、その中には歴史的に貴重なものが多数含まれる。過去に様々な寄贈が行われたおかげで、デンマークで1482年に最初に出版された書籍をはじめとして、デンマークでのすべての基地の出版物をほぼ網羅している。 1648年、フレデリク3世がヨーロッパ全体の包括的なコレクションを出発点として創設した。旧地の図書室のスペースが不足したため、フレデリク3世はパリのジュール・マザランの図書館を模した別館を建設した。図書館の1階は造幣省、2階は図書室でその上に宝物庫が設けられ、 床とバルコニーの壁に書棚が備え付けられていた。当初利用者は王室の人間と学者に限定されていたが、1793年にゲッティンゲン大学で学んだ当時の館長によって一般にも開放され、蔵書目録も整備されていった。1906年に図書館はスロッツホルメンに移転する。1989年、 コペンハーゲン大学の1482年に創設された大学図書館と合併した。2005年、科学及び医学についてのデンマーク国立図書館と合併。2006年1月1日、正式名称を、ザ・ロイヤルライブラリー、ザ・ナショナルライブラリーオブデンマークコペンハーゲン・ユニバーシティライブラリーとした。2008年、デニッシュ・フォークロアーアーカイブを、 九州合併した。デンマーク王立図書館1906年から使われているスロッツホルメンにある建物を北西から見たところ、現在4カ所に分散している。コペンハーゲン中心部のゴーター通りには主に社会科学や法学に関する文館アマー島には人文学の文館ヌルアレには自然科学と医学の文館があり、 コペンハーゲン港に面したスロッツホルメンの本館には、あらゆる分野の書籍と特別コレクションが収蔵されている。スロッツホルメンにある旧館は1906年に、ハンスヨルゲンホルムによって建てられた。その中央ホールは、アーヘン大聖堂にある、カール大帝の宮殿礼拝堂を模している。前庭の泉の近くには、カダニア、 リンゴの植え込みがあり、羽毛ペンを手に執筆に勤しむセーレンキルケゴールの像が置かれていた。1999年、スロッツホルメンの旧館の隣に新館が建てられ、ブラックダイヤモンドと呼ばれている。設計は、デンマークの建築家集団、シュミットハマーラス線である。外壁が黒い大理石とガラスで覆われていることから、そのように呼ばれ。 図書館の他にコンサートホールもある。1999年に開館した。二つの黒い立方体で構成されており、上に行くほど若干通りにせり出している。二つの立方体の間にはガラスで覆われたアトリウムがあり、両側は八階建ての白壁で波形のバルコニーになっていて、両側をつなぐ空中通路がいくつかある。 アトリウムはガラスで覆われているので海など外の景色が見える。旧館とブラックダイヤモンドをつなぐ渡り廊下が3つあり、それらは通りの上をまたいでいる。そのうち最大の渡り、廊下の天井には、デンマークの画家ペー・キルケビューの巨大な絵画がある。 ワマンポマチョ、新しい記録と良き当地の1ページ目所蔵品には2000点にも及ぶカール・フォン・リンネの著書やリンネにまつわる資料があり、1997年に歴史的重要性が認められ、ユネスコの世界の記憶に認定された。デンマーク最大の収集家と言われたオット・トットは、4000の写本と6000のインキュナブラを図書館に移蔵した。他には、 アウルトニ・マグヌッソン写本コレクション、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの趣向や書簡、セイレン・キルケゴールの趣向や書簡、洋筆紙に、ラテン語で書かれた、福音二書、ダルビューボン、デンマーク史上初の年代記、デンマーク人の自席の断片、アンガース・ダンショー、北極周辺の地図などがある。アンデルセンの趣向と、書簡も1997年、世界の記憶に認定されている。 ワマンポマの新しい記録と良き統治の署名入り写本は1200ページの大著で400ページが差し絵になっている。アンデス山脈の原住民の視点から、インカ帝国時代1532年のスペインによる征服、初期のスペインによる植民地支配、先住民に対する権利侵害についての体系的な訴えなどが書かれている。これも2007年に 世界の記憶に認定された。1968年から1978年にかけて、同図書館は史上最大の書籍盗難事件にあった。マルティン・ルターの出版物や、イマヌエル・カント、トマス・モア、ジョン・ミルトンの書版本など1600点もの歴史的書籍、総額5000万ドル相当以上が何者かに盗まれたが、 図書館側は1975年まで盗難に気づかなかった。犯人は1998年から2002年にかけて様々なオークションで盗んだ本を売ることに成功し約200万ドルを手にした。しかし2003年9月、盗まれた本がロンドンのクリスティーズのオークションに持ち込まれたことにより事件は解決した。泥棒たちのリーダーは 同図書館の東洋部門の責任者だったフレズ、ムラクリステンセンで2003年2月に亡くなっていたが、彼の死後に遺族が残りの書籍を不要意に売ったことで、彼の犯行が明らかになった。2003年11月、ドイツとデンマークにある犯行メンバーの家が一斉に家宅捜索され、1500点の書籍が見つかった。2004年6月、彼の妻、 息子、義理の娘、友人らに、懲役1年6ヶ月から3年の判決が下った。友人は無実を訴え、後に無罪となった。2005年4月、娘も、有罪を宣告された。初代館長は、ペーダー・グレフェンフェルトである。ダニエル・ゴッド・ヒルフ・モールデンハウアーは、本を盗んでまで同図書館のコレクションを豊かにした、ことで知られている。 その後、J.H. シュレーゲル、e 4エリクセン C.H.R. ブルーンハンス・ジェンホルムラが艦長を務めている。ありがとうございます。